はい、こんばんは。2月20日水曜日午後10時30分を回りました。4号頻号の夜第653回、今夜もどうぞよろしくお願いします。はい、昨日はですね、今使ってる、メインのパソコンのメンテナンスを行いました。最近ね、デスクのクリーンアップ、これ Windows XP なんで、パソコンが古いんで、定期的にメンテナンスを行わないと調子が悪いんですよね。そんで、デスクのクリーンアップとデスクのデフラグを行ったんですけど、なぜかね、デスクのクリーンアップが結構ね、2時間、3時間かかりましたね。で、デフラグも一晩寝て、今日の、お昼ぐらいまでかかってたんですけどね、結構、メンテナンス時間がかかりました。なんとか調子がいいのかなと思ってるんですけれど、なんか、ユーストリームのプロデューサーの映像が、なんか、画面を通して見ている範囲では、コマ送り？カッコンカッコンカッコンになってるんだけど、大丈夫ですかね。先ほど、ユーストリームのプロデューサーを、起動したら、なんか、最新バージョンがありますということなんで、また後から最新バージョンを、ダウンロードしてみたいと思います。16対9のハイビジョンサイズを試してみようということで、Adobe のフラッシュメディアエンコーダー、フラッシュメディアライブエンコーダー3.2というソフトがあるんですが、それを使ってみたり、あとメニーカムを使ってみたりしたんですけど、なんかね、パソコンのスペックが低いせいか、コマ落ち、カックンカックン状態になるんで、とりあえず、ユーストリームのプロデューサーでいいかな。パソコンをね、新しいのに買い替えないと、ちょっと、厳しいのかな、というところで、とりあえずは、パソコンのメンテナンスを行って、ぼちぼち、ハイビジョンサイズの映像に切り替えていこうと思います。はい、今日はですね、午前中、あ、そう、今日はというか、昨日から、ずっと前からなんですが、ストップ、著作権侵害ということで、今後、不定期的、定期的に、継続的にって言えばいいかな。継続的に、キャンペーンを行っていこうということで、先ほど、第1弾の動画を YouTube の方にアップしましたんで、ご覧ください。個人でやってますんで、なかなか、バーンとね、かっこよく、キャンペーンを行うことができないんですけれど、YouTube に動画コンテンツを、アップロードしている YouTuber、動画コンテンツ制作者の皆さんのね、権利というか、著作権を守っていこうということで、ちょっと、今後も第2弾、第3弾の、動画をね、キャンペーン動画を配信していこうかなというふうに思っております。またね、ストップ著作権に関するサイトというかページ、結構、レンタルサーバーの容量があるんで、そこに、キャンペーンの、サイトをね、今後、作っていこうかなというふうに考えているところです。コンテンツとかデータが少ないんで、ぼちぼちね、充実していけばいいのかなというふうに思ってますんで、どうぞこれからもよろしくお願いします。はい。今日はね、午前中、港に行ってまいりました。宮崎港に海上自衛隊、の艦艇、潜水艦、救難艦、ちはやという船が入ってきたということで、昨日入港、寄港してきて、
今日一般公開を行うと。まあ、普通ね、平日に一般公開をするということは少ないんですよね。いつも、金曜日に入校してきて、土曜日、日曜の午前中まで、というふうに週末に公開することが多いんですが、今回は平日に公開ということで、ちょっと今日はね、ストップ、著作権侵害の第一弾動画も、作れましたんで、親父と、気分転換に船を見に行ってきました。大きいですね。かっこいいっていうか、結構ね、親父も私もギミックというか、メカニック的なことが、好きで、今回の潜水艦を救難するための船ということで、全長が127メーターバーンとあるんですね。その、艦の中央部に、どでかいクレーンみたいな、装置があるんですよ。で、船の真ん中にドーンって穴が開いてるんですよ。もう下がね、海が見えてるんですね。なんだろうと思っていたら、救難艇があるんですよ。潜水艦を救難するための、のね、運転手が2名、乗組員12名の救難艇っていうのがあって、それを頭からバーッと中に入れて、で吊り下げてずっと海まで入れていくっていうような、もうすごいね、大掛かりな揚種設備っていうんですかね。要は、上げる、収は収めるっていう感じですけれど、すごい船でした。またね、YouTube の方に先ほど動画をアップしてますんで、ゆっくりご覧ください。あと、輸送ヘリコプター、MH-53E シードラゴンというね、輸送ヘリコプター用の甲板もあったりして、結構ね、大きな船でした。まあ、平日ということもあって、少なかったですね。もう少ない方がゆっくり眠れるし、まあ、言っては悪いんですけれど、小さなお子さんが少なかったので、ビデオ撮るんでね、変な音が入らなくて、よかったんですけれど、まあ、逆に言うとね、人が多い方が映像的にも、いいという時もあるんですけど、今日はね、ゆっくりと、船の様子を見ることができました。よかったのではないかなと思いました。久しぶり、何回か、寄港してきたんですけれど、なかなかね、時間が合わずに、久しぶりに行きました。これまでね、DDH のヒューガ、いわゆるヘリ空母のヒューガね、まあ、うちの、地名がついてるということで、ヒューガ港の方、古島港か、の方に見に行ったり、あと下北とか、DDH ヒューガは結構見てますね。訓練中の沖合に向かって進むヒューガを、油壺の近辺で見たりとかしてます。あと下北とか輸送艦とかね。結構ね、あれこれ、見には行ってるんですけれどね。航空自衛隊は、ヌータバルの航空祭があります。陸上自衛隊は、まあ、弟がおったんで、仙台の駐屯地とか、あと、どこだ？宮古城とか、まあ、あちこち様子見に行ってるんですけど、海上自衛隊のがなかなかないんでね、こんな風に、まあ、入港してきたら、足を運んで見に行ってます。まあね、僕ら国民の税金で、ああいったね、大きなお船を作って、国の防衛を行ってるんでね、まあ、国防軍という話もあるんですけれど、実際ね、その国防、国を守る仕事をしている皆さんの様子、どんなものを、どんな装備を、どんな船で、どんなことをやってるのかっていうことをね、実際見に行かないといけないと思うんですよ。反対反対っていう
っていうのは簡単なんですね。だけど、まあ一応反対は反対でも賛成でも何でもいいんですけれど、実際、見に行く、話を聞く、それで判断をするということが、まあ、非常に大事かな、ということなんですよね。なんか政治家が言ってることと、実際現場で仕事をしている自衛官の皆さんのお話を聞くと、なるほどっていう、なんか政治家と自衛隊、自衛官の間に、その任務とか使命感とかに、乖離してはいけないんですけれど、まあ政治家の場合には、コロ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 、政権政党が変わったりするっていうことがあるんでね。まあ、そのために自衛官の皆さんが大変な思いをしている。まあ、僕らも教育公民で、文部大臣が変わるたんびに、方針が変わるたんびに、あれ?と思ったりするんですよね。鳩山邦夫元文部大臣の頃、業者のテストをなくそうとか、あれこれ動いてた時には、現場大変でしたね。あとは考える力、森元首相の時の誰だ?中山さんか?考える力、寺脇、さんがいた頃ですよね。コロ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 変わるので、公務員は大変ですよね。まあ、今日はちょっと自衛官の方には質問しなかったんですけど、国防軍をどう思いますかって言ったって、自衛隊にしろ、国防軍にしろ、名前が変わったからって言って戦争しに行くわけではないし、基本的には国を守る、国を防衛するっていう立場であるわけなんで、まあ、その時にね、現場に行って、僕も現場主義なんで、賛成反対関係なく、現場に行って話を聞くということをやっていかないとね、ダメです。だから対話、ね、お話をする、お話を聞く、理解をする、反対賛成の立場を超えて考える。ね。領土問題にしても、あんたの土地に、なんか変なものが立ったりすると、どうですかということなんですよね。自分の家の土地の問題と領土の問題を一緒に考えるのは良くないと思うんですけれど、まあ似たような感じですよね。うん。そんで、現場に行きましょう。で、話を聞きましょう。物を見ましょう。税金がどんな風に使われているのか、見に行きましょう。ね。そこから考えないと、それ見てからね、反対賛成言えばいいと思うんですよ。ね。はい、ということでね、ちょっと、なんかちょっと、ユーストリームのプロデューサー、カックンカックンしてますんでね、またメンテナンスが足りないのかな。ちょっと、ユーストリームプロデューサーの新しいバージョンのダウンロードがあるみたいでね、試してみたいと思います。今日はね、91回目の献血に行ってまいりました。まあ、このようなね、記念品、社団法人宮崎県法人会連合会、社団法人宮崎法人会の方々から、記念品をいただきました。何の記念品か。まあ、この時期ね、献血は、少ないんですよね。だけど、なぜかね、今日水曜日なんですが、結構多かったですね。何があったんだろうと思ったんですけど、まさか、キャンプ効果キャンプ効果で、キャンプの帰りに献血に行こうっていうわけでもないと思うんだけれど、結構多かったですね。で、献血は16歳からできるんで、高校生の皆さんも、いらっしゃいましたね。まあ、高校3年生がもうそろそろね、まあ、受験関係で受験が終わって、まあ、自宅学習とかね、そういう時期に入ってくると、まあ、時間があるんでしょうか。結構ね、今日高校生とか若い人がいらっしゃいました。年配の方もね、結構多かったんで、俺今日何かあったのかなっていうふうに思いましたけどね。また後で何をもらったか動画でご紹介したいと思います。本当、
まあ、ボランティアとしては、これ以上のボランティアはないっていう献血、人の命を救うというボランティアですよね。ですんで、寒い時期、特に成分献血、血小板が減ってくるということなんでね、献血ルームに足を運んでください。はい、ということで、これからもね、ちょっとパソコンのメンテナンスを、したいと思いますんで、今夜の放送、この付近で終わりにしたいと思います。はい。4号ヒンゴナイル第653回、今夜の放送、この付近で終わります。明日は、無事にメンテナンスが終われば放送しますんで、お時間がございましたら、明日もどうぞご覧ください。それでは、失礼します。